パオロ・コニエッティ、パオロ・コニエッティは、イタリアのミラノ生まれの作家。大学では数学を専攻するが、レイモンド・カーバーなどの北米文学に惹かれて、文学を志す。映像作家として、ニューヨーク在住の作家人のインタビュー集、書くこと、ニューヨークなどを制作。その後、短編集、成功する女子のためのマニュアルで、作家としてデビュー。爆発寸前の小さなもの。 ソフィアは、いつも黒い服を着るを経て、2017年に発表した、初の長編小説、帰れない山で、イタリア文学界最高峰のストレーガ賞及び同賞ヤング部門をはじめ、フランスのメディシス賞外国小説部門など数々の文学賞を受賞した。カーバーやサリンジャーなど好きな作家を取り上げて、短編創作を論じた、エッセイ、一番深い度で釣りをしてみる、山岳機構。 頂上に着くことなく、ヒマラヤ旅行を発表している短編、雨の季節は、アンソロジー、どこか安心できる場所で、新しいイタリアの文学に召集されている。ありがとうございます。